新作映画紹介、シネマギクでございます、えー。今回ご紹介しますのは、シネマサンシャイン北島で上映中。 ブラックパンンサーーーワカンダフォーエバーです監督は前作と同じライアン・クーグラーという方で、えー、やはり大きな話題としてはティ,ティチャラ国王ことブラックパンサーを,を演じていましたチャドウィック・ボーズマンが2020年に亡くなったというのが一つ大きな話題にもなっておりますしブラックパンサーのキャラクターをどうするのかどうなるのかというのが大きな見どころになる映画になって ておりますで主演は、えー、レティーシャ・ライトこれ首里でございますねそして、えー、ダナイ・グリラー・お声役でございますルピタニョンゴナキア役そして、えー、テレビシリーズがもうすでに決定しておりますアイアンハートのリリー・ウィリアムズ役にドミニク・ソーンが出てるということですで今回 MCU マーベル・シネマティック・ユニバースシリーズのフェーズ4のラストを飾る作品でもありますし MCU としても30作品目の記念作ともなっております。で、ブラックパンサーの役としては、やっぱりシビル・ウォーとブラックパンサーのや、えー、映画、あとアベンジャーズのエンドゲーム、インフィニティ・ウォーというところで、えー、チャドウィック・ボーズマンが2020年に亡くなったというところもあって、どうなるのかというところは非常にいいポイントになっておりますし、早速、ポイントの一つ目と被るところで もありますでポイントの一つ目チ、えー、ャドウィック・ボーズマンの追悼映画であり次へ歩き出すことを教えてくれる一本。 あのブラックパンサーイコールチャドウィック・ボーズマンというハマり役だったということで彼が亡くなったことはこの上ない悲しみではあります。えー、なんといってもやはりブラックパンサーいわゆるこういったアクションヒーロー活劇映画がアカデミー賞にノミネートをされたということも一つ大きな、あのー ターニングポイントになった作品でもありますし彼だからこそのブラックパンサーというのをこれからもっと見られると思っていただけにその悲しみというのは皆さん持っていると思いますしそのチャドイック・ボーズマンを追悼する意味合いとしての色合いがかなり強めの映画になっておりますでその一方での家族を亡くした人の悲しみ亡くした側の悲しみとか喪失感っていうのも 明確に描かれておりまして、この MCU の中でありましたこの大切な人との別れ、えー、何か大きな力のためには犠牲になる部分もあるという現実的な部分も含めて、MCU らしい作品になっております。ポイントに戦争と対話という世界の縮図も描いた一作。 あの予告はもう見てる人がほとんどだと思うんですけどもお今回の敵は海底帝国のヴィランが出てくるんですけどもその神宝元とも言われるネイモアという新キャラクターが最大の敵になります。であのー、ライバル と言いますか敵に至る前は共通の脅威に共に戦おうというこの手を取り合うという提案も出てくるんだけどもその相手が抱える闇に触れることでその手を取り合うという部分がなし崩し的になくなって戦争になってしまう。でただその戦争になるという一歩手前でもしもとある被害者の命を救って いればそういったことにもならなかったということも含めてですね相手との対話というものは積み重ねていく時間が大切なんだよというところもちょっと描いておりましてあのそういった戦争になってしまうのはちょっとしたトリガーだというところもいを描いております。ポイント3過去作を見ておくべき一本。 あの先ほども言いましたようにやっぱりブラックパンサーの1作目を見ておくかどうかでこの映画いきなり見ても理解できない部分が多々出てきますえそういったところも始めますとやっぱり MCU シリーズというシリーズ棚の中に入っている作品ということもあるので過去作を見ているかどうかっていうのは非常に大きなポイントになりますで,できたら前作のブラックパンサーはぜひ見ておいてほしいですし可能であればシビルウォー アベンジャーズ・インフィニティーー・ウォーアベンジャーズ・エンドゲームのこの3作を見ておけば面白さも世界への没入感も含めて段違いにアップしますしやはりチャドウィック・ボーズマンへの敬愛という意味でもぜひご覧いただいた上でこの作品は見た方がいいと思いますストーリーなんですけども偉大なるブラックパンサーことティティアラ国王を失ったワカンダは深い悲しみに包まれます そして1年後、国を統治するのはティチャラ国王の母親ラモンダなんだけども、国際会議で開かれた会議の中で、ワカンダの国が行った宣言、いわゆるティチャラが行った世界に開かれた国を目指すという部分に対して、ビブラニウムを独占しているというのはいかがなものかというのを責められるんだけども、おその責める国、 フランスが実は極秘にビブラニウムを奪おうとするためにワカンダが世界中に配置した拠点を襲うというところを告発しまして逆にワカンダの国はそういったビブラニウムを求める戦争というものに対しては一切こちらから手を出すことはないし手を出してくるんであれば何らかの形で対応すると宣言をするというところが描かれます。 その頃太平洋の某所では深海にビブラニウムが眠っていることが分かりそれを突き止めるためにアメリカの組織が深海深く深く潜入していくんだけどもその中その調査隊が謎の軍団に襲われますアメリカはその襲ってきた軍団というのが分かるのではないかと 勘ぐるんだけどもさあその謎の軍団といったのは誰なのかというところが物語の主軸になりますこの映画どこまで行ってもチャドウィック・ボーズマンへの思いがあふれる映画ですさすがに亡くなった方がスクリーンに出る とといいうことはないんだけどもやはり劇中の主人公はシュリでありオコエでありナきアでありというワカンダの人々なんですけどもそこに新規メンバーのリリー・ウィリアムズが登場するとただ映画の冒頭そして最後に至るあらゆるところでやはりティチャラ国王ブラックパンサーへの弔いと別れそして彼への哀悼と死を受け入れるための それぞれの人の成長物語が描かれております。これは見ている側も実はそうで、ジャドウィック・ボーズマンが生きていればと思うことがないように、ファンもジャドウィック・ボーズマン演じたブラック・パンサーに別れをする、それを受け入れるための映画とも言えます。そういうところも含めまして、親しき人の死を受け入れるための悲しさと覚悟、加えて、 復讐からは何も生み出さないことの虚なしさと人を許す相手を許すことの強さという部分が存分に描かれた2時間41分になっております。 今回の映画をフェーズ4の最後というふうに冒頭は言いましたけども、いよいよ来年からはフェーズ5に入ります。2月公開のアントマンワスプ・クワントマニアを皮切りに、ガーディアン・オブ・ギャラクシーの3、ザ・マーベルズ・ブレイド、キャプテン・アメリカ・ニュー・ワールド・オーダー、 そしてサンダー・ボルツなどが劇場の上映予定となっております。そういった部分を含めてフェーズ4、今回のフェーズ4では、えー、新シリーズフェーズ4、5、6のラスボスともいえる存在というのはほとんど見ることはなかったんですでも次からいよいよ制服者カーンがちらちらと見えるようになってくるんだけども今回 「ブラックパンサーワカンダフォーエバー」に関して言うとやはりチャドウィック・ボーズマンへの思いとえ一人の英雄の死そしてそれが現実的に若くして亡くなってしまったチャドウィックに対する思いも含めてみんなが彼に別れを告げることができる追悼の映画になっておりますのでそういったところも含めて 過去作も含めた上でぜひ見た上で MCU の世界に入ってきていただけたらと思います。何分30作品もある MCU シリーズですので。 一気に見ることとは大変だと思いますでもよかったらこの MCU という素晴らしい映画のシリーズを見てそして向こう何年か続くであろうフェーズ5そして最終章と言われるフェーズ6に向けて一人でも多くのファンが増えることを祈るばかりですということで今回はシネマサンシャイン北島で見てきましたブラックパンサーわかんだフォーエバーご紹介しました 本当にチャドウィック・ボーズマンには謹んでご冥福をお祈りいたします。